アントニオ・ウーペンデビュー戦ね。スロプロ以外が全員デビュー戦、ウーペンはフィクサーチーム、渋いですね。さあ皆様、今日ねこの昼の放送、11時から早くも4時間もお付き合い誠にありがとうございます。さあ皆様、珍しく日曜日昼間からのフィギュコロでございますが、今日は趣向を変えましてね、達人クエストピラミッドを一緒にやってきた3名、アントニオ、ハンマドレグ、スロプロ、まあ、いわゆる偶然集まった3名、VS の、まあ、私が僧侶やろうと思ったんですけどね、初登場限定といったら大勢来てくれたんで、チーム員のウーペン君に僧侶のポジションを託して、初登場参加で募集したところ、盗賊、魔物使い、戦士、僧侶というなかなか普段お目にかかれない構成でのミラー対決となりました。お相手がキョン太郎が盗賊、テルボーがこれが魔物使い、そしてルルが僧侶、ミータムが戦士だったかな、ルルとミータム逆だった、ごめんなさい。さあこちらで、さあスロープロの放送、時間がほとんど見えませんけど、まあ、多分残り4分ちょっと、残り4分ちょっとからポイントはなんとか見えるという状況。さあなんとか半分想像も交えてみたいですけど、結構あれだね、ナイスミッパン、テルボースケコロルーメン、ナイスも見てんのかもずっと。さあこちら400対400からでございますが、まああれですね、まあ、スケさんもなんか最近ギャンブルやってると妨害税が来るらしいんでね、まあ、イライラせずに頑張ってほしいですけど、あのイライラしちゃうとね、やっぱり放送の温度が悪くなっちゃうんで、まあ無視していじってというところでね、あのうまくやっていくと、スケさん逆に好感度上がりますよね。こうやって妨害荒らされたり邪魔されたりね、そういう時にイライラしちゃうとやっぱり放送の温度が悪くなるんで、そこは逃げず切れずね、余裕を持ってさらっと対応してると、あの心ある人たちが、いやこんな妨害してやってでもこんなに大人の対応でやってる、今まで張り行こうと思わなかったけど張り行ってあげようかなという心あるブラザーが来てくれるかもしれません、スケさん。まあね、ほんと生放送なんか切れたら負けですから、もう切れたり怒ったりしたら負けですから。さあこちら現在330ポイントから470ポイント、さあ70ポイントリードからスロープロリード。さあ皆様、スロープロ、こちら個人グランプリのランカー、第3回の個人ランカー、しかも盗賊で入ってます。まあこれが見えないのはね、まあ、魚で見えないわけじゃないんで、スロープロ君の放送環境で見えないんですけど、まあ、スロープロ君もね、名前が上がっていくにしたがって、ちょっと放送環境ね、ぼちぼちいいキャプチャーボード、スペックを上げていただいて頑張っていただきたいと思います。さあこちら、お宝ハンターからしっかりとしびれさせてからの、いやこれ勝つんじゃねえスロープロ、いやここでなんかスロプロハンマドレク、まあ、私も今日ね3時間一緒に遊んできた、もうあんだけドラゴンガイア強でね、あんだけやられて、アントニオは2200万の装備を買ってね、そしてピラミッドも共に初めての賢者に乗り越えて、まあ、非常に一緒に今日楽しく遊んできた仲間ですから、まあ、勝っていただきたいですけど、まあ、それでも相手はね、コロシアムちょっとやりたいんだという、これからのコロシアム勢たちでございます。テルボーはスケコロルームの所属、そして、キョンタロはパルブッパ、オワトの2名がこちらが、ミータムとルルと。さあこちらもコロシアム勢なんでしょうかね、ショウちゃんが1000万払えたということは多分ショウカキシアムの常連さんなのかもしれませんが、さあこちら残りがこれが1分半ぐらいですか。さあこれね、オークション戦だけど初登場8名中7名が初登場という、さあ超フレッシュ新人戦でございます。さあ残り1分少々、さあスロープロ君だけは盗賊部門でね、まあ、最近のコロシアムオークションがなかなかちょっとねマイナー色といったら失礼ですけど、やはり戦士魔戦、バトルマスター、僧侶、まあ言っても魔法使いまでという戦いが多かったんで、ここはスロープロ君に来てもらって、今日は、盗賊魔物使いというね、珍しい構成でやっていただいておりますが、さあスロープロ、
こちらはキョンタロ君に逆転を許してさらに巻き返せるか。さあ残り時間1分切って多分残り25秒ぐらいでしょうか。さあここでライガークラッシュでテルボーを落としてのポイント移動。さああとワンプレーか。さあルルかキョンタロを落とせない限り厳しいか。さあルル、キョンタロ、ミータムまでテルボー以外を落としたら逆転。さあうまくまとめられるか。さあ初登場の僧侶ウーペン、さあこの時間の緊張感、さあ初登場の、ブラザードンはこれはかなり緊張感あふれる時間。さあいつも通り冷静にプレーができるか。さあエルプーやランマのようなさあ超スーパープレイヤーたちはさあこの1分こそ集中力を上げてさあよりミスのないプレーをできる。それがガチ勢たちのこの舞台慣れというところですが、さあ新人勢はこの残りの15秒間、なおかつビハインド側がきつい。さあポイントビハインド、さあスロープローしっかり落とした。さあスロープロー落として逆転。さあスロープローここで落としてお見事461。さすがこちらは個人ランカー、ナイススロープロー勝利からのラスト爆弾でしっかり決めて461。お見事スロープロー、スロープロー、お前アントニオに今日装備代500万助けたな、おい。2.08 倍。さあなんと感動のドラマ、スロープロが勝利に導き、アントニオなんと装備で2200万の散財でございますが、ここでアントニオ熱く張っての540万キャッチ。500万張ってからの純増は540万からがお見事。